譲りました。銀5枚でついにコインが金に。おお。マッシュのこの字で喋ってる状態と、まあ、僕の普通に喋ってる状態、日常的なセリフっていうのがすごい似てるというか、こうしようああしようっていうのをあんまり作らない方向で日常セリフは取り組んでいたんですけど、マッシュってやっぱり脳筋でそのあれこれこう葛藤したりして行動に移すっていうよりはすんなりこう行動できるっていうのがマッシュの魅力ではあると思うので、アフレコ現場に行って、まあ相手の役者さんのセリフ受けて、それに対してまあ怒りだとか瞬発力ある反応にしていきたいなっていう風で、うん、今は望ませていただいてます。マギアルプス、僕も12歳くらいの時そういう設定考えてた。絵力というか絵の見せ方とかもそういうのがやっぱり原作読んでいただいた皆さんなら十分伝わってると思うんですけど、アニメーションならではのこうオリジナリティというか、マッシュがこうシュークリーム食べてる日常的なシーンとかでもこうもぐもぐしてやってるんだとかなんか本当繊細なところからバトルの豪快なところまで細かく本当に作られていて、まあでもそれってやっぱり監督とかスタッフの皆さんがマッシュルっていう作品を愛して作っている証拠なんだなって思うので、まあだから愛ですかね、このスタッフさんの。そういうことですな。よっしゃこれやるぜ。頑張ってねみんな。失われた平和を取り戻すために一筋肉動かしますか。